菰田の浜で猛虎がお侍に勝てたのは数で上回ってたからだす。それは違う。俺は崖から戦を見てた。かけろ、トロ。いつか穏やかに帰るんだろうか。純真はどこだ。政子様、おっさん答えろ。おやめください。どこにおるのか言え。政子殿、何を。この坊主、舌をなくしたようでな。何とぞお助けを。どうかこの場は私に。よかろう。だが口を割らなければ私が変わる。殺されるかと思いました。もう安心してよいぞ。して純真がどうした。もみじ寺で民を世話していたのですが、猛虎に襲われたとか。見つけねば殺されるな。純真をどうする気ですか。奴も襲撃に加担しておったのだ。流民を助けるような男が形状にも名が載っておりません。だが奴への文が寺にあった。しかも犯人どもが持っておったのと同じ紙で、流民の野営に食料を流すと書いてあった。その代わり私の居所を事細かに教えろともな。それは申し出、証拠になりません。私に隠れて犯人どもと通じておった証拠にはなる。真相を探りましょう。純真に話を聞きます。まあいいだろう。もみじ寺にいるはずです。行くぞ。行きましょう。急げ。坊主を見つけたら私のやり方で処する。政子殿、話をするだけです。犯人どもは太刀に物を言わせ家族を殺したのだ。どうか純真の罪が明らかになるまで太刀を抜かぬように。七号を殺した連中とお主は話をしたいと思うか。志村殿はそやつを追い詰め首を取ったそうだな。家族の仇が討たれたお主に邪魔立てをする道理はないぞ。やめよう。ゲスども、報いを受けよHuh?
聖な寺を血で汚しおって。純真を見つけるぞ。急げ。間もなく寺です。待っておれ、純真。伏せて。出口は私が、坊主のことは任せた。純真を助ければ。まさかとも。純、そこをのけ。そやつは裏切り者だ。逃げよ。我らを負ける。とうに負けておるわ。なすだけのはず。それで何が変わる。約束なされた。一族の仇を討つとな。聞こえておりますな。あれこそが敵。Hit!
約束なされたはず。純真を見た刹那、死んだ孫の顔が不意に浮かんできたのだ。冷たくなったあの子らの顔が。お主こそ坊主をかばいおって。だから裏切ったと気はお確かか。私は全てを失ったのだぞ。違う、全て捨てたのです、仇のために。龍蔵を前にして同じことが言えるのか。怒りに任せてはなりません。仲間を失わぬためにも。私はまだ仲間か。純真は近くにおります。見つけましょう。政子殿、二度と刃を向けぬよう。分かった、約束だ。足跡があるはず。こちらへ行った様子。森へ逃げたようです。純真を見つけたら私が話をいたします。私を信じておらぬな。今はまだ私が話した方がいいかと。ならば邪魔はしないさ。だが忘れるな、舌さえあれば話はできるぞ。何者が施しの話を持ちかけた。花と名乗っておりました。嘘だ。政子殿、花とは姉上だ。あの夜死んだかと思っておったが。二日前訪ねてきたのです。真っ赤な着物に金色の帯を締め、菊の花の香りを漂わせておりました。信じぬぞ。嘘だ。私は何も漏らしておりません。本当です。もう行け。姉上が生きていて子供らを殺しただと。なぜ足立家を襲ったのでしょう。わからん。直接聞いてやるわ。私も助力いたします。神谷方に来てくれ。諦めんぞ。
Thank you.